五章、クローデンの森の戦い。はい、戦場のバレキリア4ニンテンドースイッチ第5章クローデンの森の戦いから始めていきたいと思います。たまりぎです。よろしくお願いします。じゃあもう早速ね、どんどん先に進めていきたいと思います。エピソード1。先日第七小隊の働きにより我々はバーゼル教の奪還に成功した。我が軍が勢力境界線を押し戻したことで帝国はチューブガリアに兵を集めざるを得ないだろう。では我々もチューブに進軍するのですか？チューブには正規軍が向かう。我々義勇軍中隊は南部ガリアに進軍する。南部ガリア、次の進軍地はここ、クローデンの森だ。クローデンの森、去年の夏土壌採取に行ったことがあります。おお、ここでもウェルキンの環境特化の作戦が炸裂する可能性があるね。鬱蒼とした樹林と起伏の激しい地形が続いて、慣れていないと歩くのが大変なんですよ。ってなると帝国の人たちは絶対に初見だろうから大変だろうね、進軍するのが。その森に進軍する理由があるのですか？クローデンの森には帝国軍が中部侵攻のために建設した補給基地がある。そうか、補給基地を制圧すれば中部方面への支援を断ち切ることができる。おお、なるほどね。その通り。今回の義勇軍中隊の任務は補給基地の制圧だ。各小隊は森林戦の準備をし、命令があるまで待機。諸君らの活躍に期待しています。あー、ってことはずっとなんか市街地戦が続くのかなと思ったけど、今回は戦場が自然森の中っぽいね。気が進まないな。なんか楽しみだなと思ったけど、ファルディアはそんなことないようで。どうしてだい？ゲリラ戦になっちゃうのかな。樹林は方向感覚を鈍らせるし、悪路は進軍の妨げになる。敵の場所も見づらい。厳しい戦いになるだろう。でもさ、森が深ければ深いほど珍しい植物を見られる可能性もあるんだ。ウェルキン、あんた戦争中にもかかわらず絵描くんじゃないよ。クローデンにはドロゾピルムっていう特殊な食虫植物がいてさ。ああ、もうこれ話長いよ。3時間ぐらい続くよ。分かった分かった。しかしお前は本当にそればっかりだな。自然は厳しいだけじゃないよ。きっと何かのヒントが隠されていると思う。そうだぞ、前回の共闘歩の占領だってな、ウェルキンの豆知識によって作戦が成功したようなもんだからな。なるほどな。よし、俺もヒントを探しながら進んでみるか。ま、食虫植物は見られなくても構わないがな。わー、なんか変わった女の人、女の人？男の人？見える。なんか左手の方向にミツバチの精霊みたいなのがいる。これ敵軍っぽいな。今まで壊してきた戦車と形がよく似ている。これがクローデンの森の中にある補給基地化的の。なんか森林戦って聞いたけど、周り全然森っぽくないな。むしろ丘？グレゴール、目つき悪いわ。バーゼル卿がガリアの犬どもに奪われた。防衛部隊にはふぬけしかおらんのか。あれ、この女の人さ、皇帝陛下の意向を怪我しおって役立たずどもめ。オープニングに出てなかった？戦車であの川を渡ったらしい。めっちゃいい声ラディイエーガ。面白い戦法を使う。定石では考えられない野蛮な戦術だ。所詮は下賤な民兵の集まり、偶然の勝利だろう。うるせえ。身分の差だけで戦争に勝てるのなら、あんたらもよっぽど楽だっただろうにな。ぐぬぬ、言うじゃないか、若造。問題は、反抗しようとするガリア軍勢力をいかに押し戻すかだ。そうだな。敵もバーゼル卿奪還を好機としてチューブガリアに戦力を傾けるだろう。マクシミリアン殿下、いかがいたしましょう。ああ、これがさ、ああ違うわ。
ミツバチの妖精が横にいると思ったらただのイラストか。消さねばなるまい、小さな炎であるうちに。ルルジュもしくは衛星。ちょっとなんかガリア軍を押し戻すにはホイップクリームみたいな装飾施されてる歩きづらそうだね、そのマント。それにはクローデンからの補給路を盤石にする必要がある。グレゴールは中部部隊を立て直した後、引き続き北部ガリアの進攻を進めよ。あ、じゃあグレゴールさんとは戦うことないね、今回は。バリアス砂漠に向かう。セルベリアは世の友を背負う。喜んで。あ、ってことは我が身は殿下のために存在します。クローデン補給基地の防衛と補給線の維持はイェーガーに命ずる。ナイスボイズおじじい。なんてナイスボイスおじじい。急ぎクローデンへ向かい。ああ、任せておけ。あ、この人と最初に戦うんだ。俺てっきり最初の出てきた目つきの鋭いおっちゃんかなと思ったのに。で、最終的に戦うのは将軍だろうけど、その前に立ちはだかるセルベリアみたいな。あの人なんか一人だけ世界線違うような武器持ってたからちょっと気になるんだよな。果たしてあれ味方も使えるのか。使いたい。まったく、ロージーの兄貴。なんだよここは。どこまで進んでも木と草ばっかりじゃないか。感覚が狂って自分がどこを歩いてんのか分からなくなってくるぜ。あれ、ラルゴさんって自然寺じゃなかったっけ。ポテンシャル自然寺が自然に文句言ってんじゃないよ。あ、下がんなよ。おいおい、バッチリよ。何やってんだよあんた。あ、縁がちょチョコボールやーつって食って、あり、ヤギの糞です。なりそう。メルキン、これ何かの木の実。ああ、お前ヒゲ長ヤギの糞だよ。あ、もうそんなもの渡さないでよ。兄さん、何か見つかりましたか。ほら、ここを見てみなよ。お二人も来ますね。なんだかんだ距離近くなってきてるね。これはなんだ。獣道。これは獣たちの通り道だよ。獣たちは移動に適したコースを探し出してそこを通り道にしているんだ。あ、獣道って草が食いちぎられてできる道なんだ。草は食われて歩きやすくなる。ここを歩いていけば森の中も突破できそうな気がするな。うちの部隊には戦車があることも忘れるな。近くにあるはずだ。これより作戦を開始する。おー、早速役に立ってるね。あ、そうだ、俺前回気になってたんだよ、この可愛い子。一体何者なのだ。え、俺あの子をうちに迎えたい。家族として一生を添い遂げたい。豚のような、豚のペガサス。豚のペガサス姉貴。イントネーションおかしくない、さっきから俺。ねえロジー、それって何の歌？落ち着いた感じのいいメロディーね。あたいが昔歌ってた歌だよ。照れてんのに鼻歌当たっちゃうの可愛いんちゃうの。兄貴じゃない、姉貴さっきから兄貴のイントネーションで姉貴って言ってんだよな。あなた歌手だったの？え、歌手だったの？歌手なんてそんな大げさなもんじゃないよ。あ、頬あからめてる、かわいい。小さな酒場のステージで歌ってただけさ。すげえ。でも私はさっきの歌すごく好きだよ。今度ちゃんと聞かせてほしいな。え、第八招待の中でさ、コンサート開こうぜオッケー、機会があれば聞かせてやるよ。そしてちょっとロージー柔らかくなってきてる感じするね。ガサガサ。奥に誰かいます。いや、イノシシだよ。私が行きます。いや、イノシシだよ。手を挙げて。ブヒ。あ、お前ブヒ、羽豚。こ、豚？羽豚の子供のようですね。あ、普通にいる生物なんだ。ノーマル生物。俺らにとってはイノシシみたいな感じなのか。
え、かわいい。な、なんでそんな哀れみの目を。ああ、そういうこと。お母さんとはぐれちゃったの。なんか目座ってない結構。茂みの奥を見てくるよ。ああ、お母ちゃんやられちゃった。メルキー、どうかしたの。この辺りで戦闘があったらしい。ああ、お母ちゃん。母親は流れ玉の犠牲になったようだ。あれ、でもここらで戦闘があったってことは俺ら以外にも。でも戦争のとばっちりを食らうやつがいるなんてな。敵がいるってこと。君も家族がいなくなっちゃったの。一人ぼっち。な、アリシア、一緒に連れてくかい。人間以外の二重って初めて見たかもしれないわ。え、いいの。戦車の中でだったら流れ玉くらは必要もないし、誰だって隊員になる資格はあるよ。よかったね。今日から君も第七小隊の仲間だよ。かわいいじゃないの。羽豚生えてるってことは飛べるってことか。飛べない豚はただの豚だぞ。ポルコって名付けよう。それでは本作戦を説明する。あ、そうでしたね。毎回ここ読むの忘れるんだよな。帝国軍の補給基地は森の東部に位置しており、強固な防衛ラインが敷かれている。機関ら第7小隊には森の西部より出撃し、補給基地を制圧してもらう。2カ所から制圧する感じか。攻め入る形かな。戦車で敵基地に攻勢をかけつつ、北部の間道、狭間道で、歩兵で前進させ、敵の背後を取ると良いだろう。本作戦の目的は敵本拠地の占領である、占拠である。敵は基地防衛のために至る所に地雷を設置していると予想される。地雷は目視することができるが、うっかり踏むと大きなダメージを負ってしまうので注意が必要だ。支援兵ならば、支援兵か、じゃあ2人ぐらいいた方がいいな。地雷に接近して A を押してこれを解除することができる。覚えておくように。なお戦車は地雷を踏んでもダメージを受けない。キャタピラが痛みそうなものだけどね。戦車で地雷を踏んで除去することも可能だ。逆に大型の対戦車地雷は歩兵が踏んでも無害だが、戦車はレッグにダメージを。ああ、なるほどね。敵の援軍が接近しつつあるという情報もある。速やかに敵本拠地を占拠せよ。なるほどなるほど。今回も前回に引き続き、なるべく急いで敵を殲滅せねばならないね。で、これね、気づいたんだけど、アリシアじゃねえわ、こういう偵察兵は今まで前側に置いてたんだけど、この人たちいっぱい動くことできるから後ろの方に置いていいんだなっていうのが分かった。その分移動が短い。こっちは歩兵隊のメインにキャスリンを据えよう。キャスリン久々、1ヶ月2ヶ月ぶりぐらいですね。いや、ひょっとしたら3ヶ月ぶりぐらいかもしれない。で、移動距離が短い、突撃兵とかスナイパー狙撃兵かを前側に置くっていう風にこれからはしていこうかなと思います。なんか多分その方が良さそう。まあ一回一応支援兵こっちにも置いとくか。クローディア、よろしく。こんな感じでいいかな。よし、第7小隊出撃しようぜ。では本作戦を開始する。この戦いの勝敗は諸君らの双剣にかかっています。以上。はっ。森の奥にある敵補給基地を叩くぞ。おー、ちゃんと第7小隊出撃する。フィールドが森になってる。でも結構整えられた森だな。もっとがっつり森なのかなって思ってた。戦車が進む南の道と獣道、二手に分かれて。なるほどね。獣道の方はちゃんと歩兵だけで行ってるんだ。いいか、今から説明することをよく聞くように。はい、何でしょうか。連携について。敵を攻撃する際に味方ユニットが近くにいると同時に攻撃してくれることがあります。これを連携攻撃。連携に
参加してくれる人数は最大3人。もちろん CP を消費することはありません。しかも隊員たちには相性があり、相性がいい隊員同士の連携攻撃は通常よりも大きいものになります。土のうに隠れている敵、倒しにくい敵などには連携攻撃をうまく使って大ダメージを与えましょう。ただし連携を狙いすぎると手榴弾、戦車の榴弾でまとめて大ダメージを受ける可能性もある。ああなるほど、一長一短だね。まずエーデルワイス号前にズンズンと進めてみようかな。沼の対岸に対戦車砲らしきものを確認。このまま進むと危険です。あーじゃあもう獣道部隊の方に頑張ってもらうしかないか。獣道を進んだ隊員がうまく倒してくれるといいな。対戦車砲、あー多分ギリギリ見えない。ちょっと見たいかな。見ようぜ。敵の待ち伏せを警戒してください。あーあれだ、帝国対戦車砲。ちょっと遠くて見えないから怖いから一瞬後ろに下がって、獣道側頑張ってみようか。でちょっとカロスに戦闘進んでもらって地雷がないかを見ていこう。多分あったあったあった、地雷だ。えこれどうやって除去。 OK、 ここら辺に敵いるっぽい。発見しました。これ連携攻撃狙ってみるか。一旦ここでは撃たずに、いや撃ってもよかったな。でも反撃されるの怖いし。でウェンリーに進んでもらおう。ゴーゴーゴー。でここで攻撃。届かない。どうして届かなすぎる。ナルゴ任せて。いけないな、ここの距離。対戦車砲よりも先にさ、こいつを倒そうぜ。カロス、連携攻撃やろうぜ。行くぞ。はちゃめちゃに強えぞ。やった。やるじゃん。味方がやられた。どうしよう。もうちょっと前に進んでもいい気がするな。進んじゃおう。よし。この対戦車兵は後ろを向くことがないのかな。まあいや、ありがたいから別にいいんですけどね。んーで任せて。移動させなくてよかったな。当たるかな。当たってほしいな。あ、素晴らしい。最高です。なんて腕前だ。うちの勝利の女神はウェンリー決定かもしれないな。絶対に誰一人として欠けさせることなく俺らは前に進むんだ。どうしよっかな。クローディア前にやろうか。まあ、いざという時のためにクローディア前に出してみんなの蘇生なり回復なりをするでいいか。さあ敵にはどんな動きをしてくるんだこいつら。いるね。何それウェンディ、君そんなことできるの。何もない場所で伏せて敵を倒していく。え、もう全部ウェンディだけでいいんじゃねえか。あやばい、応援呼ばれるんじゃないこれ。あほらほらほら、全然ほらほらじゃないわ。おいおい、君たちどこに行ってるんだいそれ。本当にどこ行ってんだ。なんかぐるぐる回ってるだけみたいな。あーていうか対戦車砲もう一個あるね。回避について、敵に攻撃を受けると、あ、稀に伏せて銃弾をかわすことがあります。これを回避。なお、ユニットの背後から攻撃すると回避されることなく確実に攻撃を命中させること。ってことはこれは敵や味方だけじゃなくて敵も同じように回避することがあるってことっすね。また背後から攻撃した場合は攻撃されたユニットを慌てて反撃をするので、え、反撃の命中率がやや低下します。知らないことまみれです。そうなんだ。 OK、 これ破壊できる。
はい、バキバキ。やっぱり自然はいいね。やっぱり自然はいいね。これ見えないよ、ギリ。え、あれ対戦車兵じゃね。やべ、対戦車兵。いや、もう鉄鋼榴弾で当たってくれたら嬉しいなのヘッドショット行こうか。いけ、ターン。あ、惜しい。まあ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 、当たるとは思ってなかったから、よいよいよい。で、後方に待機している3人をぐぐっと前にやりたいけど、このワンターンじゃ全然敵前線まで届かないな。危ねえ危ねえ危ねえ、地雷があるの全然見えてなかった。どうしよう、ラルゴ。頑張ります。うわ、頑張ってください。とりあえずここ占領しな、占拠しないとね。オッケー、敵拠点を占拠からの、これ右にも行けんだ。視界を確保できていますか。敵発見。遠距離射撃に気をつけろ。危ない、死ぬ。危ねえ。任せて。これは先にやらないとやばい。いってあぶねえ、カロスやられるところだったぞ今完全に。よくやった。キャスリンがどこまで前に行けるかな。キャスリンだけ右側に行こうか。あ、行けない。全然歩きが届かないよ、歩みが。行動開始します。アリシアにぐーっと前に進んでもらおう。うわ、てか対戦車兵めっちゃいるやん。対戦車2人に戦車1台か。当たらんねえ、さすがに。さあこのターンちょっと怖いよ。エーデルワイス号がボコボコにされる可能性ある。そしてこっちにも敵いるんだよね。なんだろうねこいつら、すごいザッザザッザザッザ音するけど、何をしてるのか見当もつかないのがちょっと怖い。いや動き出すよね。あぶねー。君たちが全ターン使ってエーデルワイス号に向かって撃ってたら、やっべ。あれ、これって支援兵で回復できたよね確か。なんかそんな気がするぞ。じゃないと困るぞ。これからエーデルワイス号抜きで戦いに行くことになるのはちょっと辛すぎる。クローディア、僕頑張るよ。頑張ってくれる。ちょっと君にかかってる。回復できないか。マリア行かれた。エンジニアツール、いけない。頼む。ありがとう。ノー、優秀、めっちゃ優秀。びっくりするほどに優秀。そして敵の目の前、敵の目の前を普通に横切って地雷を撤去撤去。まだまだギリギリ撃たれない、まだ撃たれない。よし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 。敵の補給基地を叩き。あ、すいません、本当にありがとうございました。あ、ごめんなさいね、ちょっとお見逃し、失礼しましたね。ちょっと目の前にねゴミがいろいろ散ってたんでね、綺麗にしときました。やっぱね、帝国さんの基地の前にねそんなゴミがいっぱい置いてたらね、ちょっとやっぱ見た目もよろしくないし、帝国の威厳というものが落ちぶれてしまうじゃないですか。だから私はねボランティアとして今のことをやらせてもらいました。届くか。届け。倒しきれんか。行きますわよ。イーディー頑張ってくれ。いや、まあ先に右の2人を倒しきることを考えるか。右の1人か。ええ、嘘。もうちょっと近づくべきだった。あれ、人によって攻撃力違ったりする。みんな陛下ごとにレベルがあるとの話は、やっぱり土の匂いっていいね、聞いたけども、実は教えられてないだけで、一人一人倒した数によって攻撃力なり銃の扱いが上手くなったりするのか。ありえるぞそういうの。
え、これだよな。敵正面向いてんだよ。とりあえず撃っとくか。ラルゴさん、こっちに連れてくるべきだったかな。ここまで接近しとけばキャタピラがぶち抜かれることはないだろう。バイス頼むよ。さっきのしゃがんでたからか。オッケー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 。さあエネミーフェイズ。またザザザザタイムなんだよな、これ。なんだこの時間。遠くでただひたすらに敵がザッザしてる時間を眺めるのすごい嫌なんですけれど。あ、でもちょっとずつ前線に走ってきてはいるのか。あ、こっち無理なのか。あ、いた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 。バカ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 。これ当たんないよね。伏せられてるとダメだな。まずい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 。キャスリーン、まずい。あ、テディベアみたいになっちゃった。ごめん、キャスリーン。いや、撃たせなきゃよかった。今のは失敗です。くそー。前回の戦いでも俺はキャスリンをボコってしまったからな。こいつ、動かない、全然。まずい。バイスとイーリーに前突きってもらって、倒さないとまずい。いてててて。これ届くか？届け！転がれ！いや、まあ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 、わ、悪くはないけど良くもない。で、イーリー多分届かないな、これ。了解ですわ。遠くからあの指揮官を撃つことができれば、わ、まあ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 。いや、どうぞそんな。パニックにならないで、お願い。41発？いてててててて、撃ちすぎ撃ちすぎ。倒しきれんよな、これじゃあ。さすがに、さすがによな。で、行動開始するぜ。バイス2回もう2回行動と、アリシアがキャスリンの回収に迎えれば、よっしゃ、キャスリンを失うことはないはずと思いたいが、いや、この戦車マジで邪魔。やっぱり土の匂いってね。すごいポテンシャル発揮してる。キャスリン助けに来たぞ。衛星兵。もうどんな前線でも駆けつけてくれる素敵なお姉さんでございます。お願い、助けてあげて。よし、てめえら許さねえからな。よし、で、多分この右上占領できる場所だよな。拠点を OK 占拠して、あと残すは1箇所と。これ本当だったらラルゴさんをぐーっと上に上に上から、そしてこっちに回ってきて後ろから戦車を撃つのが、うん、まあシナリオだったんだろうな、本来の。行動開始。でもそんなに知らんやん。戦車がどこにおるかなんて知らんもん。あ、帝国の補給基地を叩いてください。まずい、気づかなかった。カチッという音が聞こえたが、奇跡的にそこでゲージがなくなったことで一命を取り留めた。本当に取り留めたのか、このザッザタイム。あ、ザッザタイム抜け出してなーい。遠くで敵がザッザしているのが見える。もうザッザやめて。いいでしょ、もうザッザは。これさ、ラルゴの旦那走れる？出番だな。絶対無理だよね。だってラルゴさん全然走れないもん。くっそー、無理だ。もうエーデルワイス号よし行くぞ。酷使するしかないわ。このターンはもうエーデルワイス号に捧ぐ。お前は贅沢もんだよ。このターン、このフェーズ全てお前に使ってあげてるんだから。俺はこんなことそうそうないよ。そしてこの時間である。ちなみにさ、カロス君
ウェンディの踏んじまった地雷どうにか解除できんか。俺ちょっと期待してるよ君に。うん、やっぱり自然はいいね。ターン。ようやっとですよ。さすがだ。その調子で頼む。弱点叩かないとこんなに戦車硬いんだな。と了解です。試しに除去しに行くか。除去失敗して2人とも爆散するっていうのだけやめてくれたら、あとどうなってもいいよ。動かないでください。機体を確保できていますか？お、いける？やるねカロス。ウェンディがちょっとでも動いたら爆発する状況下でも地雷除去を丁寧に行う、その姿勢素晴らしいと思います。ようやく駆けつけてみたが、おイエゴ、こいつは一足遅かったか。残念だったね。顎ひげの手入れでもしてたのかい？援軍に来てくださったのですか？まあな、だがこの基地は包囲されつつある。このままでは物資もろとも全滅だ。俺が指揮を取らなかった場合ね。よし、お前たちはできるだけ物資を積んで基地から脱出する準備を進めろ。防衛戦にはしないんだ。将軍はどうなさるのですか？俺が敵部隊を引きつけておこう。まあ任せておけ。ここでもう戦うのか。ひょっとして有効活用して前進せよ。ザッザしてたのって将軍ですか？え、なんかいる。いててててててバカ野郎。これカロスと二人で待機しといた方がいいんじゃないかな。やった、初めてのネームドキャラクターとの戦いだからな。お前かボルフ、あ、戦車なんだ。お前戦車隊かよ。なんかがっつり対戦車兵みたいな感じなのかと思ってた。まあでもそっか、将軍クラスの指揮官が。うわ、お前かわすんか。普通の歩兵として出てくるわけはないよな。行動開始するぜ。バイス、お前の力であいつを倒しきれんか。頼む。いや君かわすね。かわしすぎではちょっと。あ、待って、この敵ネームドだ。顔はないけどノナーンコフ少尉って書いてある。じゃあお前も本気で相手してやらんには悪いよな。さようならだ、ノナーンコフ少尉。え、お前硬いね。やるじゃん。この二人に攻撃が当てないようにしたいんだけど。こんなもんでどうや。ちょっと前に出たから狙われるんだったら俺だろ。ウェルキンたちを狙ってくれるだろう。うわ、なんかちょっと性能良くない君。うーわ、なんか方針見るからに威力ありそうなんだ。まずい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 。終わったんじゃないこれ。あ、撤退していく。そのまま撤退してザッザタイムに入ってくれてもいいよ。何してんだ。本当にザッザタイムに入ったかもしんない。当てんのそこから。しかもやべえ、ラルゴの兄貴連れてこねえと。まずいぞ今。え、グレネードごときじゃダメージ食らわんぞ。あ、レッグですね。はい。お前俺より頭いいことすんなよ。やべえ、名前つきつえ。俺らが今まで戦って俺通営してたのはみんなただの一兵士。俺らと変わらない義勇軍を叩きのめしてキャッハーって言ってただけだったのかもしんない。いてて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 、痛すぎは。エンジニアツール回復して、オッケー。バイスいけるかお前。
いや HP ちょっと厳しいね。よし行くぞ。エーデルワイス号でいいか。でもこいつかわすんだよな。いやもう地面に対して撃つべきだ。もうこいつもう許さん。お前絶対このターン全てを使ってお前を倒す。フロリアちょっと下がってくんね。ごめん、わざとじゃない。お前頭くるのここだろ。こういう時はしゃがまないんだね。よいしょ。クロディアちょっと吹っ飛んでくれた。吹っ飛んでる。よし、持てる力すべてを使って貴様を倒す。もう負けだよ。こんな一兵士に戦車が3回も行動を使って。ラルゴニキを頑張って前に出すか。20ターン以内に前に行けるかな、ラルゴ。いやこれイエーガーに3回行動されたら多分もう負けるぞ。エーデルワイス号一発で結構ダメージ食らったしな。いや一撃でこんな食らうのか、まず。さすが大塚明夫ボイスを起用してるだけあるわ。イエーガー強すぎる。でもさすがだね。部下が部下なだけあって上官も上官だ。ザッザッザタイムは欠かさないんだよな。いやありがたい限りだよ。この一戦だけでもエーデルワイスボロボロだよ。ありがとう。イサラマジブチギレるんじゃないかな。この戦車は私のお父さんと、私のお父さんって言わないか、父たちの大事な宝物だったのにもかかわらずこんなにボロボロにして一体どういうつもりですかとか言ってきそうだよ。あの淡々とした口調でリズメされたら多分俺泣くよ。行動開始する。あ、言うてまだ8ターンしか経ってないので全然余裕だな。もうラルゴにはランニングしてもらおう。筋トレです。でこっからどう攻め立てんのって話。対戦車砲がいるからどっかのタイミングで右にずれて倒したいね。どうやって行くんだ。ちょっとアリシアに偵察してもらおう。多分どっからか右に行け、これかな。いやなんか地雷ありそう。多分この先だよな。いや遠いね。私の出番ね。これアリシア一人で倒しきれるのか。そして対戦車砲、あいた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 。7発か。まあでも彼はなんか俺の方向かないっぽいから一旦放置してもいい。いやもう怖いから破壊しとこう。うわなんかいっぱいいるわ。あそこにみんな溜まってたんだ。ザッザッザタイムで。うん、特攻団でこっちも挨拶しとくか。よし、今までよくもやってくれたな。おい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 、全然食らってないけど、まあ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 よかろう。あれ敵黒い服今までいなかったってことはイエーガー直属の部下なのかな。あれはかっけえ。行動開始。ウェンディに2、3人倒してほしいところ。オッケー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 。でこっからウェンディはこの室内に忍ばせてかく乱したい。危ない危ない。そう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 、ここら辺で敵にちょっとずつ近づきグレネードをぶん投げたい。ぽい、届け。ギリ、まあ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 悪くはない、良くもないが、ね、逃げる。でここで一呼吸を置いてもらって行動開始します。アリシア今グレネードない、ある、最高。でこれ届くかな。届きそう。そこ上からどんどんグレ投げよ。最高。うん、やられないようにこっちに引く。あわよくば敵が動くときに、敵が動くときに攻撃が当たってくれたらいいな。さあこのターンが終わって次ターンで終わらせたいよ。そろそろ敵の数も少なくなってきたし味方も忍ばせてるし。オッケーオッケー、体力マックスにしとけば2発は耐えられることが分かった。
で次ウェンディとアリシアに暴れてもらって敵の数をもう 2,3 体にしてラルゴを突っ込ませよう。オッケー、このターンで敵倒しきれるんじゃないかな。多分いけるはず。それにはラルゴさんの攻撃にかかってる。なんとかラルゴが裏に回って敵の弱点に対して 2,3 発攻撃を当てることができたら多分倒せるが、そんなことが本当に可能なのかということもちょっと疑り深いが、いてててててて、あれ硬くね、さっきに比べて。まずい、アリシアやられる。ギリギリ、いやこれはまずい。危ねえ、今完全にやられたと思いました。よし行くぞ。でこれでエーデルワイスに味方への射線を閉じさせて、でこれでラルゴが後ろに回るときにもそんなに敵のバルカンの攻撃を受けずに済むだろう。知らんけどな。いやーこれこのターンじゃ終わらんかったな。カッチャ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 。でもちょっと次の準備のためにラルゴさんを前にやろうか。アリシア撤退させられるか。ああダメダメだアリシア。もう少し相手の出方を見てください。はい、ごめんなさい。むずー。でもここまで来たらもうイエーガー倒したいしな。今ここで占拠しちゃえばもう勝てるじゃんって思ったけど、あでで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 、いやもうここまで来たらお前を俺は倒すぞ。から前なんだ。お前ら動きまくれ。なに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 、そんなことできんの。特定させるな。え、かっこいい。外せ。くそあんなかっこいいカットイン入れた後に外してくれたら超絶かっこ悪くてよかったのに。痛い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 。え、まずくね。セーフ。危ないところだった。敵指揮官が全員やられた後でよかった。本当にウェンディに走ってもらおう。でこいつを倒す。いっといっとよし。でこれでラルゴに対しての懸念事項は全部消えた。ついでにちょっとこのままクリアした時にアリシアが消えてなくなるっていうのがあったら怖いから念のため回収しよう。今日3回目の出番ですよ。もう大丈夫です。あとはお任せください。お願い、頼りになるぜ。衛星兵もちょっと敵の銃弾かいくぐるの慣れてきてるだろうね、そろそろ。あ、またですか。あ、わかりました、ちょっと待っててください。バイオハザードのウェスカーみたいな動きしてんだろうな。はい、ボルフさんよ、ようやくお前のケツに。え、一撃対戦車砲ぶち込めるぜ。ヒャッハーっつってこっから連撃しようと思ってたのになかなかやるな。ガリアにも腕の立つ戦車乗りがいるようだ。だいぶ手加減されてたからなんかそんなこと言われても嬉しくないな。補給基地防衛隊物資とともに撤収完了しました。あ、やっぱ親衛隊だから黒いんだ。この地の戦略的重要性はなくなった。いつかこの借りを返す日も来るだろう。よし、俺たちも引くぞ。イエーガー倒しきれる気がしねえ。今後本気で戦うってなった時に見事な引き際だな。最初からあの援軍がいたら苦戦したかもしれない。よっしゃ。いや、3人もやられちゃったな今回。これは評価低いぞ。バーロットさんも苦笑いだよな。敵拠点を抑えたぞ。しー、あ、なんか露覚してる。
帝国軍の方が武器性能良かったりすんのかな。諸君、よくやってくれた。作戦は成功だ。ありがとうございます。メルキン、お手柄だね。いや、今回のお手柄は僕じゃなくてこいつだろ。羽豚ブイ、よかったね、ハンス。隊長が褒めてくれてるよ。そっか、この子がいなかったらまず今回の獣道を発見することはできなかった可能性があるものね。森に住む生き物の知恵を借りたものだからね。もしもし、それにしてもいつの間にハンスなんて名前になったんだよ。え、ハンスって名前になったの？バーロット隊、第7小隊の新しい隊員、ハンスです。びっくりするんじゃない？ハンス、あれ今回の作戦ではお手柄でした。あなたの今後の活躍に期待しています。以上。もう実際はもうほんと頭めっちゃデレ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 って撫で回しながら喋ってそう。喜んどる喜んどる。6章、砂漠の遭遇戦。オッケー、今回のパートは敵の将軍の顔を初めて見ることができ、そしてお手を合わせることができましたが、はちゃめちゃに手加減されていたので勝った気がしません。果たして今後俺はイエーガに勝つことができるのか、そしてその他の2人の将軍にも勝つことができるのかということで、今回はここまでにしたいと思います。ということで、6章じゃないわ、5章か。ご視聴いただきありがとうございました。ではでは、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。